戦士ガンダム戦場の絆ポータブル、ガンダムゲーム初、最大8人同時プレイが可能。アーケードで大人気の戦場の絆がついにプレイステーションポータブルで登場。仲間と共に戦場を駆け抜ける。モビルスーツにより性能が異なる。例えば遠距離型は拠点攻撃に威力を発揮するが格闘型には弱い。一方格闘型では拠点にダメージを与えることができない。各カテゴリーに分かれたモビルスーツの編成を仲間と共に考えて勝利を目指せ。複雑な地形が組み合わされた数々の戦闘、進行ルートや役割分担など、ここでの作戦立案が重要となる。ジムでここら辺で暴れるから、そらじゃ俺このルートで行くよ。ガンダムも一緒にルートで。戦闘後のリプレイでお互いの活躍を振り返ろう。新たな作戦や攻略法も見えてくるぞ。逃げないで攻めないで。アーケード版戦場の絆の興奮がそのまま手のひらに。手軽に多人数プレイが楽しめるアーケードモード。基本操作から高度な連携プレイまでを学べるミッションモード。さまざまなクリア条件が与えられた特殊ミッションも多数収録。仲間と共にオールクリアを目指せ。もちろんゲーム中の視点切り替えも可能。さらにモビルスーツだけでなく拠点でのプレイもできる。1人でも2人でも4人でも8人でも PSP だからできる君たちの戦場。プレイステーション3のアドホックパーティーにも対応予定。離れている仲間と一緒に出撃しよう。マッチング条件を入力すれば腕に見合った相手との対戦も可能だ。さらに1本のソフトで8人まで体験版がプレイできるトライアルモードも搭載。4人絆、8人で競え。プレイステーションポータブル専用ソフト、機動戦士ガンダム戦場の絆ポータブル、3月26日発売予定。予約特典は作戦立てに役立つ新米対応戦略ガイド。作戦を立てて戦場に挑め。